釣れなくなっちゃった。ちょっと棚を変えてみました。なんか当たりが出ないからおかしいなぁ。ちょっと棚をベタ気味に、まあもう馴染みがどうせね出ないんで、引っ張ってないと出ないんですよ。だからあんまりトップがちょっと餌打ちがもうちょっとあと一つ二つはいいかな、一つ馴染んでた方が良かったかな。いやこれ夕方だな、夕方チャンスだな。風が止んだ瞬間に入れパクなんてねなるのがいつものパターンですけど、このねここにこう映ってるんでしょ、この茶色いチップみたいなね、これがどんどんそこから出てきちゃうんですよ。でこれがそこまで出ちゃうと釣れなくなっちゃうんです、ね、こう足の中ではパチャリとも一回もやらないんですけど、多分見えないだけで中には入ってきてるとは思うんですよね。ただ、まあ、例えばオスが先に入ってもメスがいなければ全く反応しないし、で餌を食ってるからってそのまあやっぱり僕らはほらオスの大きいのを釣るよりメスの大きいのを釣った方が大きいしね、重たいしいいわけですよ。だからやっぱある程度メスが入ってこないとでかいのがなかなか釣れないというか、でかいのを取れないというかね。いやー立ってないよな。なんで昼頃になって当たんなくなっちゃうかな。おかしいな。だぞ。なんとなく当たったような気がしたんだけど、あーちっちゃいな。釣れたけど小さいぞこれは。なんだこれ。あ抜けちゃった。40センチぐらいだね。ちょっとちっちゃかった。あーでもよかった。あれなんだな、当たってるんだけど分かんないんだな。